アンゴラの鉄道も 1067mm 軌道、610mm 軌道1973年の CFB ディーゼル、機関車ベンゲラ鉄道は、アンゴラの大西洋岸にある港町ロビトと、コンゴ民主共和国のカタンガ州を結ぶ鉄道。全長 1344km、機関は 1067mm の狂気である。カッパーベルトと海を結び、 ザンビアやコンゴ民主共和国の重要な輸出経路となっていたが、アンゴラ内戦により破壊され、運行停止に追い込まれた。21世紀に入ると、中国の援助により復旧を果たした。20世紀初頭、カタンガで、ユニオンミニエール社が、銅山開発を本格化した際、銅を輸出するための最短経路として計画された。1902年に着工し、1929年、 全通。以降運行を続けていたが、1975年にアンゴラ内戦が勃発すると、アンゴラ解放人民運動、アンゴラ全面独立民族同盟による攻撃を受け、各地で線路が寸断、全線で運転休止となった。21世紀に入ると、中華人民共和国の支援が行われ、工事の設計から、施行、資材や車両の調達まで、すべて、 中国企業である中国鉄立による丸がかへの復旧工事が行われ、2014年8月に全線開通。総工費は18億3000万ドル。設計速度は運転休止以前の時速 30km から最高時速 90km に引き上げられ、年間2000万トンの貨物と400万人の乗客を輸送できる能力を有することとなった。 2015年2月の開通式典においては、今後民主共和国のジョゼフ・カビラ大統領、アンモラのジョゼ・エル・アルド・ドス・サントス大統領、ザンビアのエドガールング大統領がテープカットを行った。2019年7月、同様に中国が建設したタンザン鉄道と連結し、大西洋とインド洋を結ぶアフリカ大陸横断鉄道が開通した。主要駅路線図、ありがとうございます。